現在航空自衛隊で運用している F2 戦闘機においては2000年から運用が開始されて現在94機が現役ではあるんだけど、それから20年以上が経過し老朽化が進んだことによって2035年から退役が開始される予定となっているね。防衛省ではその後継機種となる戦闘機として次期戦闘機の開発を進めることが決定されたな。そうだね。さて今回は航空自衛隊の F2 戦闘機の後継となる次期戦闘機の開発状況と今後の展望について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。当初次期戦闘機の開発に関しては日本の防衛装備品に関連する企業が主導する純国産戦闘機というコンセプトで進められていたのであるが、2018年12月18日に30大鋼と31中規模が策定された際に、31中規模においては将来戦闘機については F2 戦闘機が退役する時期までに、将来のネットワーク化した戦闘の中核となる役割を果たすことが可能な戦闘機を取得すると記され、そのために必要な研究を推進するとともに、国際協力を視野に、我が国主導の開発に早期に着手するとの文言が明記され、次期戦闘機の開発については純国産による開発というコンセプトから国際協力による開発にスイッチする可能性が盛り込まれ、日本主導での後継機開発を進めることが決定され、2020年の夏頃までに後継機の要求性能や協力国が決定され、2021年度から開発に着手し、以後2030年度までに初飛行を実施して2035年度末2036年3月末に部隊配備して運用開始を目指すとされたよ。そして、2020年度防衛予算で初めて次期戦闘機の開発予算が計上され、2019年12月に公表された我が国の防衛と予算令和2年度予算の概要案からは、それまで F3、I3 ファイター、将来戦闘機などとされていた呼称が改められて現在の次期戦闘機の名で呼ばれるようになったな。その後2020年10月には、次期戦闘機開発においては三菱重工業が開発主体として選定されて正式に契約が結ばれ、その他には三菱電機 IHI 川崎重工業スバル東芝富士通日本電機 NEC の7社が参画することとなり、この共同設計においては三菱重工業が統括する立場で進められ、エンジン開発を IHI、機体開発をスバルと川崎重工業が担当し、アビオニクス関係では三菱電機が電子戦装備を制御するミッションシステムを担当して、東芝富士通日本電機 NEC がレーダーを含む電子機器を担当することが決定され、そのための開発チームは総勢200人を超える体制とされ、愛知県豊山町にある三菱重工業小牧南工場を拠点として活動が開始されたんだ。31中規模で明記された海外の協力企業については、2020年末までに選定するとしてアメリカかイギリスの軍事企業、もしくは両国どちらも同時進行での技術連携が検討されていて、具体的な提携先としてアメリカからはロッキード・マーチンとボーイングが、イギリスでは BAE システムズという3社に絞り込まれたね。この2020年12月の時点においては、防衛省では三菱重工主体の次期戦闘機技術開発を支援する海外企業としては、ロッキード・マーチンを選定する方向性で調整に入ったとする報道もあって、同社が協力企業として最有力とみなされていたみたい。ロッキード・マーチンは第5世代ステルス戦闘機である F22 ラプターや、日本でも航空自衛隊に導入している F35 ライトニング2の開発メーカーであり、第6世代とされる次期戦闘機開発に必要な技術とノウハウを兼ね備えていることから技術提携先として最適と見られていたからな。しかし、ロッキード・マーチンとはかつて、F2 戦闘機の開発において同社製の F16 ファイティングファルコンをベースに開発した際に、アビオニクスなどのシステム技術の革新的な情報を提供してもらえずブラックボックス化されてしまい、F2 戦闘機導入後の近代化改修に支障をきたすだけでなく余計な費用が発生したことなどから、同じ鉄を踏むのではないかとの懸念が指摘されていたぜ。それと比較するとイギリスの軍事産業とは以前からエンジン分野では IHI がロールスロイスと開発や、
製造において提携していて協力体制が確立されているほか、レーダー分野でも東芝などがイギリス企業と提携するなど、良好な関係にあったな。それらのことを受けて2022年5月には日本政府関係者が、従来のロッキード・マーティンの協力を得るとする方針を大きく転換し、開発支援企業をロッキード・マーティンからイギリスの BAE システムズに変更する意向を明らかにしたってわけだね。その背景として、アメリカ軍では次期戦闘機計画が現時点ではほとんど進められていないため、ロッキード・マーティンが次期戦闘機との連携構築に乗り気ではないことに加え、BAE システムズが第6世代戦闘機テンペストの開発を進めていて、収益時期などが次期戦闘機と重なる上に、ミサイルなどの装備品の面でもイギリスとの共同開発案件が複数進行していたことが挙げられているよ。そして2022年12月9日、日本イギリスイタリアの3カ国首脳が次期戦闘機の共同開発協力に関して、グローバル戦闘航空プログラム GCAP グローバルコンバットエアープログラムに関する、共同首脳声明が発表されて2035年までに次世代戦闘機を国際共同開発することとなったぜ。この3カ国共同開発について、防衛装備庁における次期戦闘機プロジェクトを統括するポストに就く事業管理官である的端鎌佐氏が、開発の進捗状況や計画における日本の立ち位置などについて次のように述べているよ。的端氏によると、3カ国の共同開発プログラムは現時点ではまだコンセプトを設計している段階だとしていて、それが完了次第次期戦闘機のデザインを確定させる基本設計に取り掛かり、その後に製造工程までをも含めた詳細設計に入っていくというんだ。こうした設計作業をこの先5年ほどかけて実施していきながら2035年には開発が完了するように、試作機の製造や地上試験及び飛行試験などのスケジュールを変えていくとしているね。その作業のため3カ国の技術者はほぼ毎日、ビデオ会議を実施しているとした上で、時差による会議時間設定の難しさや、言葉の違いから意思疎通に苦労することが多いとも語っているが、日々の協議によって次第にチームとしての一体感が感じられるようになっているというぜ。的端氏は次期戦闘機の設計作業については2024年に山場を迎えるとしていて、機体の前胴、中胴、主翼、後ろ胴、さらには各種のセンサーやレーダーにエンジンなど、どの国のどの企業が担当するのか、どの国も自国の防衛産業を重視していることから駆け引きが続いているとして、各国とも自国の事情によって戦闘機の改修アップグレードをしたいために、自国で抑えておきたい技術があり、その交渉が続けられているとしているんだ。これは日本にとっても非常に重要なポイントであり、そのためにアメリカではなく3カ国共同開発を選んだ以上、情報は最低限にしておきたいところだが、これについて的場は機体構造の軽量化、エンジン、レーダーの3点が、日本が譲れないポイントであるとしたな。機体構造の軽量化は、三菱重工業が2014年から研究を続けてきた技術で、炭素繊維などを用いた複合材を接着することにより、金属製のボルトの使用を大幅に削減することに成功し、機体の重量を抑えることが可能だぜ。またエンジンは IHI が2018年に水力15トン級というハイパワーの XF91 の開発に成功して、プロトタイプを防衛装備庁に納入済みで、国産エンジンの開発は日本の悲願であり、やはり譲ることができないとしているらしい。そしてレーダーは F2 戦闘機の開発時点から日本の技術が優れたことから大きな強みであるとして、これらの技術を次期戦闘機においてさらに発展させ、日本の防衛産業を強化したいと述べているね。また、的端氏はアメリカとの関係については問題ないとしていて、アメリカが次世代戦闘機の開発に目を向けていないことが幸いしたと述べたぜ。そして、次期戦闘機の開発にはこの先大きなコストがかかることが予想されるとして、完成後には第三国へ輸出することによるコストダウンが重要であるとしながらも、防衛装備移転三原則の運用によっていたずらに技術の海外移転を拡大すべきではないとも述べて、政府においては議論や説明が求められていることを示唆したみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。
本における防衛力の要と位置づけられているものの一つが、かつての防衛力整備計画に基づき、昨年2023年3月に実現を果たした潜水艦隊の22隻体制であることは、注目の一致する見解と見て間違いないだろうね。2024年を迎えた今、日本の海上自衛隊の潜水艦隊は古い方から順に親潮型8隻、操縦型12隻、太平型2隻でこの22隻体制を構築しており、これに加えて親潮型2隻を練習潜水艦として保有運用しているぜ。さて今回はカナダ海軍が通常動力型の攻撃型潜水艦の取得を志向中であることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。日本の海上自衛隊では現在の22隻の潜水艦隊を最新の状態に維持するべく、三菱重工業者と川崎重工業者の2社が各年で新造の潜水艦を供給しており、これによりその建造能力やインフラの保持も確保されているよ。言うまでもなく日本の海上自衛隊の潜水艦隊は、これまでのところ全てが通常動力型の攻撃型潜水艦によって構成されており、艦首部に装備する6門の 533mm 魚雷発射艦から運用される兵器を主兵装としているよね。こうした状況下、現在の海上自衛隊で実戦配備されている潜水艦の中で最も古い艦級である親潮型であっても、それは2000年3月に就役を果たした3番艦渦潮であり、今年で25年目の艦齢に止められているんだ。海上自衛隊の潜水艦はその全てが通常動力型の攻撃型潜水艦であることは前述した通りだが、機関部の構成はほぼ艦級ごとに改められており、艦級と同様に大きく3種類に分けることができる状態だぜ。まずサイコ3の親潮型はディーゼル機関と鉛製のバッテリーと発電機を備えるディーゼルエレクトリック方式であり、潜水艦が世界の歴史上海軍戦力として登場した1世紀以上前から続く古典的な構成だな。続く操縦型は1番操縦から10番艦の小遊までの10隻が、ディーゼル機関と鉛製のバッテリーと発電機に加え、スターリング機関をも備える、ディーゼルエレクトリック方式で非待機依存推進を実現しているよ。そして操縦型の11番艦応有12番艦投入、そして現在最新鋭の太平型では、ディーゼル機関とリチウムイオン製のバッテリーと発電機を備えるディーゼルエレクトリック方式を採用しているぜ。操縦型の11番艦応有以後のこの機関構成は、世界の通常動力型潜水艦の中でも初めて量産化された方式であり、安全性の面の難点を抱えるとされた、リチウムイオンバッテリーの問題をクリアしたとして注目を浴びているな。通常動力型の攻撃型潜水艦の世界的なトレンドでも、数年前までは何らかの非待機推進を採用することが、マストであった感が強かったが、操縦型の11番艦応有の収益を、その認識に変化が生じているようにも感じられるぜ。このような海上自衛隊の潜水艦の配備状況の中で、かつて一時期は操縦型をオーストラリアのアタック級の後継艦として、初の海外輸出になる可能性が大きく取り沙汰されたこともあったけど、成就はしなかったんだ。この時オーストラリアはフランスのシュフラン級攻撃型原子力潜水艦を通常動力仕様に改めたものを採用することを決めたんだけど、ご存知のようにそれはイギリスアメリカとの新たな軍事同盟オーカスの締結によって撤回されたよ。オーストラリアはこのオーカスの締結によって、アメリカのバージニア級攻撃型原子力潜水艦をまず5隻程度調達し、以後はイギリスと同盟名を冠した新規の攻撃型潜水艦オーカス級を建造し取得する方向へと舵を切っているね。こうしたオーカスの動きに伴い、世界の攻撃型潜水艦の市場は日本を含め今後は一気に原子力推進に傾くとの見方も、一部では指摘されたが、高額な建造費や維持費の費用対効果を鑑みれば通常動力型の攻撃型潜水艦の需要は残存しているぜ。具体的には昨年2023年の段階で通常動力型の攻撃型潜水艦の新規取得を計画している国は、ヨーロッパではオランダ、ポーランド、ルーマニア、中東ではエジプト、アジではインド、フィリピン、南米ではアルゼンチンなどが挙げられるな。
そして北米では G7 にも名を連ねるカナダがそれを志向しており、インドとこのカナダを除けば、そこまで広い海域を戦場とすることは考えにくい、いわば大陸国が主として費用対効果に優れる、通常動力型の攻撃型潜水艦の調達を志向しているように見えるんだ。インドの場合は広いインド洋と対中国への軍事上の対抗策として、沿岸部の警備警戒に通常動力型の攻撃型潜水艦を欲していると思われ、その考え方は中国やロシアと似た運用方針であるのではないかと感じられるね。ひるがえってカナダはその地理的な位置から西に太平洋、東に大西洋、そして北に北極海と広大な海域を守備範囲として抱えているんだけど、共に NATO に加盟する最大の同盟国であるアメリカに隣接していることもあり、比較的に恵まれた安全保障環境下にあるとも言えそうだね。現在のカナダはかつて1980年代にイギリスス海軍が自軍内で最後の通常動力型の攻撃型潜水艦として建造したアップホルダー級潜水艦4隻を譲り受けてビクトリア級潜水艦と名称を改めて運用しているぜ。この旧アップホルダー級潜水艦、現ビクトリア級潜水艦は水上排水量2185トン、水中排水量2400トン、全長 70.26 メートル、全幅 7.6 メートルの規模の通常動力型の攻撃型潜水艦で、やはり主兵装は艦首部の6門の533ミリ魚雷発射艦だな。同艦はイギリス海軍においては1990年から1993年にかけて収益を果たしたが、同海軍が潜水艦の推進方式を原子力に一本化する決定を下したことで、1993年から1994年にかけて退役、カナダ海軍では2000年から2004年にかけて再収益を行ったらしい。現ビクトリア級潜水艦はイギリス海軍ではわずかに1から3年ほどしか運用されなかったため、貴重な新古品としてカナダ海軍に受け入れられた形だけど、兵装はカナダ海軍では対艦ミサイルや機雷が除かれ、長魚雷のみで運用されているよ。こうした兵装の省略からもカナダ海軍が現ビクトリア級潜水艦に求めた能力は、純粋な哨戒任務を主としていたことが推察されるが、現時点ではイギリス海軍への収益からは、最大で35年、カナダ海軍でも25年と老朽化が進んでいるんだって。そのためカナダの国防省は CPSP カナディアンパトロールサブマリンプロジェクトと名付けた検討機関を設置し、現状は2034年に退役を予定している現ビクトリア級潜水艦を代替する方針を進めているみたい。このカナダ国防省の CPSP カナディアンパトロールサブマリンプロジェクトでは、自国海軍の要求を満たす通常動力型の攻撃型潜水艦の建造可能国をヨーロッパでは、フランス、ドイツ、スペイン、スウェーデン、アジアでは韓国、日本だと明かしているぜ。まず CPSP カナディアンパトロールサブマリンプロジェクトにおいては、求める潜水艦の使用を通常動力型、長期間の航行能力、北極海での運用、アメリカ製の兵装と戦闘システムへの対応を挙げているらしい。その上で現行のビクトリア級潜水艦は4隻の保有ではあるものの、前述したように、太平洋、大西洋、北極海という海域をカバーする上では最低でも8隻、最大では12隻を調達する意向があることを示唆しているな。すでに報道によれば CPSP カナディアンパトロールサブマリンプロジェクトは、先に挙げたフランス、ドイツ、スペイン、スウェーデン、韓国、日本とコンタクトしており、韓国や日本に視察に訪れたとも言われているよね。先に挙げた潜水艦の使用、通常動力型、長期間の航行能力、北極海での運用、アメリカ製の兵装と戦闘システムへの対応、という4点を見る限りにおいては、日本の大芸型は全て要件に合致するとの見方も出ているな。しかしカナダ側が多くの潜水艦の取得を目指す国の大半がそうであるように、ここで採用する潜水艦の自国内での建造を要件に加える場合、その実績を持つのはフランス、ドイツ、スペイン、スウェーデン、韓国のみとなるみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023
2023年10月、日本の防衛装備庁はかねてより開発を継続していた、電磁気力で弾丸を発射するレールガンについて、世界で初となる洋上における実射試験を艦艇に搭載して実施したと公表し注目を集めていたよね。当初はいかなる艦艇に開発中のレールガンを搭載してこの実射試験が行われたのは防衛装備庁サイドからは伏せられていたが、その後の報道関係者らの取材によって、海上自衛隊が現在保有する唯一の試験艦アスカであったことが判明したぜ。今回はそんなレールガンの実射試験について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。海上自衛隊で唯一の試験艦であるアスカは、住友重機械工業社の浦賀造船所によって1993年4月に起工、1994年6月に浸水、1995年3月に収益を果たした艦艇で横須賀を母港とする開発隊軍技術評価開発隊に所属しているよ。この試験艦アスカは基準排水量が4250トン、満載排水量が6200トン、全長が 151.0 メートル、全幅が 17.3 メートルの艦体に複数のガスタービン機関を組み合わせた、コグラグ方式の機関部を搭載、最大で出力4万3000馬力、速度27ノットを誇るんだ。ちなみに海上自衛隊における試験艦アスカは、同隊として初の司し階級の女性自衛官が乗り組んだ艦艇としても知られており、ジェンダーフリーの流れにも適応した経緯を持つことも知られているぜ。試験艦アスカは総建造費およそ278億円強がつぎ込まれた艦艇であるが、これまでにも海上自衛隊の兵装面では新型対戦ロケットの丸7式 VL の試験や、新型単魚雷の1、2式魚雷等の試験を実施した経歴を持っているな。また2017年には地上配備型の1、2式地対艦誘導弾を艦載型とした、1、7式艦対艦誘導弾の搭載試験にも用いられるなど、近年の海上自衛隊の水上戦闘艦に向けて欠かせない主兵装のテストに用いられたことでも高名だと思う。こうした実績を考慮すれば、今回レールガンにおいてもその試験の舞台にアスカが用いられたことは必然であったと言え、当初防衛装備庁がこの試験実施を行った艦艇名を伏せた理由の方がむしろ不思議に感じられるほどだぜ。かつてレールガンの艦載化の試験を行っていたアメリカや、今も継続中とおぼしき中国では、その搭載は揚陸艦などの甲板上の面積にかなり余裕のある艦艇が選択されていたこともあり、アスカの例はその点からも異例と言えるんじゃないかな。さて防衛装備庁だけど、この試験艦アスカにおいて実施した洋上における実射試験の様子を、同庁の公式の YouTube チャンネルである防衛装備庁公式チャンネル上に、2023年12月頭に公開、その特性を紹介しているよ。この防衛装備庁公式チャンネル上におけるレールガンについての紹介動画は、防衛装備庁の研究開発事業の進捗と題されており、わずか1分半強の短い内容でありながら、その性質を端的に示すものとなっているんだ。まずこの動画内では、冒頭に2016年に地上で実施されたレールガンの実射試験の映像が使用されており、その弾丸の推進には電気エネルギーを使用する将来的な兵装であることが述べられているところから始まるね。そして電磁力で弾丸を発射するレールガンの特性としてこれまでの作薬を使用する火砲と異なり、弾丸の発射時の初速が非常に高速であること、飛躍的に射程処理が延伸されていることや破壊力が大きいことを利点として挙げているな。加えてこれまでにレールガンの地上発射試験の発射時の弾丸の飛翔の様子をスローで映し出しており、発射後に周りを覆うカバー内から飛翔中に分離した弾丸本体が、的である金属板を貫通する様子が収められているぜ。この金属板は通常の水上戦闘艦の複数枚の装甲板を想定したものであるとされており、これを撃ち抜くことは、対艦攻撃用の兵装として十分な威力を発揮するであろうことが期待されていると視覚的に示す内容となっているわけだ。動画では続けて試験艦アスカに搭載されたレールガンの洋上発射の実際の映像が流され、その後は CG で発射後の弾丸が飛翔し、敵の水上戦闘艦に命中、これを貫通するシーンがイメージ映像として映し出されるよ。
その時のナレーションでは、こうした用途を早期に実用化するために今も研究を継続している旨が語られ、映像の最後はやはり CG で空中を時間に向けて飛翔してくる敵ミサイルを、今度は空中で迎撃するイメージで締めくくられているね。今回の動画内でも紹介されていた2016年に行われたレールガンの発射試験では、レールガン本体はおよそ 6.0 メートルで、口径は40ミリ、弾丸の発射時の初速は秒速でおよそ2297メートルを達成。これはマッハ7弱に相当するものだったんだ。この時地上での試射実験に使用されたレールガンは単発であったとされており、今後の実用化に向けては当然連射を可能にする必要があるんだけど、今回試験艦アスカに搭載されたものも、こうした連射が可能なものではなかったように見えるよね。さらに今回試験艦アスカに搭載されていたレールガンは、その口径も地上試験時に使用された 40ミリ よりも、小型なものではないかとの見方が有力であり、威力という点で実際に期待できるものか否かは未だ判然とはしていないぜ。これまでに日本の防衛省ではレールガンの開発予算として、2022年度におよそ65億円、2023年度におよそ160億円を投資しており、今年2024年度もおよそ238億円を概算要求段階で求めるなど、実用化に向けた動きを加速させているよな。現時点で日本の防衛省はこのレールガンは開発を、無人航空機の迎撃に向けたレーザー、マイクロ等のソフトキル兵器と並ぶ、将来的に重要な装備品と位置づけており、今回の動画もその熱意が非常に感じられるものだったよ。防衛庁や防衛装備庁がここまで開発予算を投下し、アピールする動画まで作成していることを鑑みれば、レールガンの実用化に自信を持っていることは間違いないのだろうけど、個人的にはアメリカが同兵器の開発を中止したことは引っかかるよね。アメリカでは日本より先行してレールガン開発、その艦艇搭載での試験まで、イギリスを代表する BAE システムズ社らと、共同でこぎつけていたものの、兵器として実用化することにはメリットがないと判断した経緯があるからな。これはアメリカがレールガン開発を進めていた中で、艦艇搭載用のそれはおよそ 200km ほどの射程距離を想定していたが、この射程距離をはるかに凌駕する対艦ミサイルを中国やロシアが開発する事態に直面したことによるものだぜ。そのためアメリカではレールガンを実用化する意味を喪失したと言われているが、そもそもレールガンの運用がそのままで可能な。現行の水上戦闘艦はズムボルト級ミサイル駆逐艦程度しか存在せず、その点もネックになったと目されているわけだ。アメリカ海軍の艦艇の中で主力を務めているアーレイバーク級ミサイル駆逐艦では、レールガンの運用に必要な膨大な電力を安定的に供給するためには、大掛かりな電源設備の刷新が必要となると言われていたからね。無論アーレイバーク級に代わる次世代艦水上戦闘艦の開発も行っているアメリカ海軍だけど、その新型艦 DDGX の建造は早くとも2028年以降に開始予定となっており、すぐにある程度の数が収益することにはならないよ。そうした観点からもアメリカがレールガン開発を中止したことは理にかなった判断だったとも感じられ、逆に中国海軍はアメリカですら開発を諦めたレールガンを実用化することで自国の技術力を誇示する狙いがあると考えられているな。日本でも水上戦闘艦に連射が可能なレールガンを早期に実用化することは、こうした状況下では困難と思われ、せめて電力供給は比較的な容易な地上用の対艦兵装として、まず実用化することが現実的なんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。